おかげで滝の洞窟の結界が消え、牢をせずして聖都ウェンデルへの侵攻が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとよ。<笑>よし、行くぞ。 マナの木が枯れていく。聖剣を抜く勇者を見つけ、
マナの女神様を覚醒させなければ。人間界の光の司祭様にこのことをお知らせしましょう。さあ、手遅れになる前に急ぎましょう。残りの力では人間界まで持たないよ。残りの私の力、あなたに託すわ。頑張って。私たちももう限界、あとをよろしくね。勇者を見つけ、必ずマナの木を救って。静かにしろ。誰も来やしねえよ。ねえ、何なのここ。私たちあれから一体。俺はフォルセナの剣士デュランだ。ここは城塞都市ジャドのシカロウ。ビースト兵が気絶したお前らを運んできたぜ。まったくあいつら許せねえ。俺の寝込みを襲いやがって。普段なら絶対奴らには負けねえ。お前らも似たようなもんだろ。まあ見てなって。奴らに一泡吹かせてお前らも助け出してやるからさ。こら、何を話している。おとなしくしろ。おい、そこのお前、獣臭いぞ。うっくせえ、たまんねえな。なんだと。貴様許さん、下がってろ。あのね、しまった。バカめ。出てこいよ。逃げようぜ。よし、じゃあ二手に分かれよう。お前らは港に急げ。この町から脱出するんだ。獣人たちがウェンデルに攻め込んで、町の警備が手薄になったら船を出すと、俺が捕まる前に町の連中が話していた。急げば間に合うはずだ。お前ら体力を消耗しているな。そこの女神像にお祈りして回復しといた方がいいぞ。俺もすぐに行く。港で会おう。Thank you.
だね。こんなもの。あら、もう終わり？あっけなかったわね。
さっさと乗ってくんな。もう出航だ。ニュランがまだ来てない。お願い、もうちょっとだけ待って。悪いが、もうこれ以上待てん。諦めてくれ。船が出るぞ。おい、待ってくれよ。仕方ねえ。みんな達者でな。随分時間を無駄にしてしまった。マイヤに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。出られたのはいいけど、これからどうすればいいわけ？町の人に話を聞いてみる？そうするしかなさそうね。本当はのんびり休憩したかったのにな。
わしがボンボヤジだ。君たちは誰だ。いや、そんなことはどうでもいいよろしい。いいところに来た。とにかく裏庭に行って待っててくれ。あれは何かと聞きたいのだろう。まあ待ちたまえ。マイアとフォルセナの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りな上危険なモンスターだらけの黄金の街道を通らねばならず、何かと不便だが、しかしわしが今作っているスーパーキャノンマーク2なら、ひとっ飛びでいけるようになる。もうすぐ完成なのだ。というわけで、わしの自慢終わり。俺もお前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り、獣人たちの侵攻を防いだそうだ。ところがだ、光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。これじゃ司祭様助からねえかもしれんよ。おかわいそうに。そんなおじいちゃんが大変でち、すぐ戻らないと。シャルロット、今あんたが戻ったってどうにもならないんじゃないの。私たちは司祭さんのためにも少しでも早くマナの剣を手に入れ、ヒースを探し出さなきゃ。ちょっと冷たい言い方だったかしら、ごめんね。でもあんたが本当におじいちゃんを助けたいんだったらわかるでしょ。さあ涙を拭いて。おじいちゃん。ぶっ飛ばしてやる。それ、それ、
私に力がみなぎってくる。絶好調ね。動かないで。
ットですね。もう邪魔ね。竹内は急いでるのでいい。まだまだね。そこです。
なの？ダブルアタック！そこです！まだまだね。
がやる気を出てやるでしょ。行くわよ。こんなもの？当然の結果ね。何者だ？あ、アンジェラ王女だ。アンジェラ王女、断りの女王様より反逆罪で抹殺命令が出ております。そんな、私が何をしたって言うのよ。待ちなさい。どんな理由であれ抹殺なんて許せません。アンジェラちゃん、あんた悪人だったでちか。いけませんね。えい、
全員黙れ。お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。何よこれ。抹殺命令なんて冗談じゃないわ。濡れ衣を着せられたまま死ぬなら絶対に嫌よ。必ず生き残ってみせるんだから。このために。魔法王国アルテナはマナストーンを狙って各国に侵攻を開始したの。あの子たちがここにいるってことはやっぱりこの辺りにマナストーンがあるのね。早く英雄王に会ってマナストーンの場所を教えてもらい精霊たちを見つけ出さないと。でも橋は落ちてしまったし、フォルセナにはどうやって行けばいいのかな。他にフォルセナに行く道がないか
調べましょう。アルテナが攻め込むのを何とかして止めないと。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。大事にするわね。いい仕事してるでち。これ欲しかったんです。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。橋が落ちた。ついにわしのハイパーデラックススペシャルキャノン V2 の出番じゃな。この前と名前違うし。あー、うるさい。そんなことはどうでもよろしい。とにかく裏庭に行って待っててくれ。ついに完成したわしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち初めじゃ。あ、作るのに夢中で忘れておった。火薬だ火薬。ニトロの火薬がないぞよ。すまんが君たち、ニトロの火薬を取ってきてくれ。わしは次なる発明で忙しいのでの。さあさあ、いっちゃいっちゃ。どうしましょう。火薬を見つけなければ。メダ。もう他のやつに聞くしかないわね。
いい商品揃えてるよ。またのお越しを。大地の裂け目に村への入り口なんてあったかしら。私たちに見つけられればいいけど。トンネルってこの辺りのはずなんだけど、やっと僕の出ますね。この洞窟の壁はですね、うまい具合に光の屈折を利用して幻を見させているんすよ。大地の裂け目は別名宝石の谷と言われるぐらい、水晶などを岩に含んでるもんすから、ドワーフたちがそれを使って入り口を隠してるみたいっす。まあ見ててください。この岩、一見ただの大岩に見えるっすけど、僕の光で屈折方向を変えてやると、じゃーん、これが真実の姿、ドワーフトンネルへの入り口っす。さあ行ってみましょう。
んなところにドワーフの村があるなんて、世界には驚くことがたくさんあるわね。早速道具屋に行って頼まれた火薬を探しましょう。また来るだよ。いらっしゃいませ。どれもおすすめの商品だべ。とっておきの一品だべ。大事にするわね。とっておきの一品だ。ワクワクでち。とっておきの一品。とっておきの一品だ。使わせてもらいます。また来るだよ。いらっしゃいませ。どれもおすすめの商品だべ。いい買い物したわ。これ欲しかったんです。とっておきの一品だ。いい仕事してるでち。また来るだよ。道具屋のワッツなら出かけちまっただよ。なんかトンネルの奥の方でどえれえことになっとるちゅうて。だけんどモンスターがうようよしとるけ、アイテムでも買うてけ。そういやおらワッツに店番頼まれてただ。そんなわけでいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どれもおすすめの商品だべ。また来るだよ。
奴を探してるだか。奴ならこの奥の方にいると思うで。俺、今ここさ開けてやから。奴らだな。んだば、オラはこの辺で。それならほれ、ここにあるだよ。もちろん、ただでとは言わねえべ。5000、なんだい、お金足りないようだべ。残念だった。え、いや、あの…おお、こんなことしてる場合じゃねえだ。この場所は、オラたちの守り神、ノーム様の神聖な場所だったのに、ノーム様がいらっしゃらない。最近どうも地震やら地鳴りやらが多いので心配して来てみたら、ノーム様が行方不明。ああ、えらいこっちゃ。こうしちゃいられねえだ。ほら、ノーム様を探しに洞窟をさらに奥に進むだ。あっちゃー、行っちゃった。もう、なんで話の途中で行っちゃうのよ。ワッツさんを追いかけてもう一度交渉しましょう。それにノームさんが行方不明っていうのも気になるわ。もしかしたら大変なことが起きているのかも。それ、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 それ
に勝てましたね。みんな、行くわよ。それよ。よっ、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 こんなもの？
ここは私に任せて。急ぎましょう。敵でち、気をつけるでちよ。これで。仕方ないわね。行くわよ。待って。時間がないの。Yeah!
は、こんな穴今までなかった。ほら、何か嫌な予感がするな。聞いた、今の。こんなところを長居は無用。お先に。ちょっと何なのよ、このモグラ。びっくりしたじゃない。私たちを食べようって言うなら、ただじゃおかないわよ。これね。このします。皆さん、次の攻撃に気をつけて。手伝うわよ。かけよ。やっと。まだです。覚悟するなね。ダブルアタック。
かし驚いた。ありゃ伝説の地底獣ジュエルイーターだがや。このトンネルの入り口、大地の裂け目は別名宝石の谷って言われてるだ。その宝石の谷で千年に一度世界に異変が起こるとき、ジュエルイーターは生まれるっていうぞ。ジュエルイーターは出るし、ノーム様は行方不明だし、一体どうなっちまうんだろう。ひきえん、誰だわしの噂話をしとるのは。なあノーム様、ご無事ですか。当たり前じゃ、見ての通りピンピンしておるわい。いつものように昼寝してたら、いつの間にかジュエルイーターのやつに巣穴まで運ばれちまったようじゃの。いや、もう少し寝とったらやつに食われとったかも。あそんな笑い事じゃないですよ。ノームさん、私たちに力を貸して。ほほー、かわいこちゃんのお出ましじゃ。あはやは、いや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 、お願い、聖域への扉を開くためノームさんたちの力が必要なの。よしよし、わしゃかわいこちゃんの頼み事は断れないたちでの。よかろう、どうぞ任せなされ。様を仲間にしちまっただか。こりゃたまげただ。そんなすげえお方とはつゆ知らず、先ほどは失礼しただ。ほれ、ニトロの火薬差し上げますだ。いや、お金はいただけません。罰が当たるだよ。ささ、ドワーフのトンネルの出口までオラの魔法のロープで送って差し上げましょう。だば、お達者でー。ノーム様をよろしくお願いしますだー。